令和の時代のスタートに合わせて新しいアプリを作りました。この度カグラという名前のアプリを作り、皆さんのスマートフォンで利用していただけるようにシステムを組みました。 CGS や医師改革大学、政党 DIY、 それから龍馬プロジェクトといった私が関わる活動の情報を毎日無料で皆さんに配信しています。詳しいダウンロード方法は動画の説明欄に書いてありますので、そちらの方からダウンロードしていただき、ぜひ様々な情報を集めていってください。登録をお待ちしています。CGS 動画の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日もじっくり学ぼう民族情報工学をお送りしていきたいと思います。講師は伊藤先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だいぶ長くにわたってアイヌシリーズをやってきましたけども、はい、まあ、今日はいよいよその一旦締めくくりということで、はい、はい、アイヌの暮らしに寄り添い学ぶということで、はい、お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずですね、こう1枚そこに絵を見せていただいて、はいはい、それコロポックル、はいはい、コロポックルってね、結構皆さんご存知だと思うんです。カッパと同じぐらい有名ですよね。有名じゃない。有名じゃないと思います。そうですか。はい、カッパはかなり有名で、日本人でカッパは知らない人はいないけど、コロポックルは知らない人は多いと思います。あ、そうですか。はい、すみません、はい、コロポックルってなんかこうちっちゃい小人ってイメージないですか。はい、あります。ありますよね。はい、でこれね、すごく面白いのが、はい、コロポックルってコロポックルって言うんですけど、うん、コロポクウンクルっていうアイヌ語なんですね。はいはい、コロっていうのはフキですね。はい、フキに下に住む人みたいな、フキの下にいる人みたいな意味ですね。はい、でこれはアイヌ以前からその北海道に住んでいたとされる人々で、はい、トイチセムンクルっていうふうに呼ばれた人たちがいてですね、はい、まあ、縦穴式住居に住む人たちっていう意味なんだそうです。へ、うん、なるほど。あ、うん、これ縦穴式住居なんだ、うん、そうなんですね。でここにフキを使ってるんですね。そうそう、葉っぱを。そう、なるほど、はい、はい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 、はい、だからフキの下に住むっていうふうに言われたらしいんですけど、はい、ただこの面白いのがね、はい、このサラシナ現像が言うところに、はい、そのコロボックルの目撃例みたいなことが書いてあったりとかしまして、はいはい、でコロボックル要するに精霊的な、はい、やっぱりねいるんですよ。お、うん、でそのコロボックル、吹きの下に住む精霊、要するに来るっていうのは人間の形をした神様って意味で、はいはい、人間の形をした神様っていうのは沖くるみとか、沖くるですね、沖くるみとかですね、はい、あとサムユンクルとか、うん、まあ、なんとかくるっていうのがいるんですけど、ニングルとかもそうかな、はい、まずくるっていうのがいるわけですね。でその中でサラシタ現像いわくですね、はい、コロポックルは、うん、川沿いで、そしてその、うん、鉱物資源、鉱物が、はい、出るところ、うん、だから鉄がいっぱい出るとか、はい、そういったところにいるっていうふうなことを言ってるわけですよ。うん、はい、でそれが面白いのが、はい、世界的に見てですね、例えば指輪物語の、うん、ロード族、そう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 、うん、もうほら金属でなんかいろいろ作るじゃないですか。はい、金属加工がすごいね、はい、得意なイメージですね。ああいう人たちなんですよ。はい、ドワーフみたいな。ドワーフみたいな。はいはい、だから世界中の小人族に共通するのはドワーフ的な金属は、うん、金属、うん、金属加工をする人たちっていうイメージ。なんかあれですもんね、白雪姫の七人の小人もなんか金属のやつともやってますもんね。七人なんですけど、はい、七人の小人っていうのは何かっていうと北斗七星の星とね、うん、はい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 、北斗七星が七人で、うん、でそれがその星だから、星っていうのがこう降ってきて、昔は、はい、ね、陰鉄が降ってきて刀を作るとか、うん、そういったところにつながるんですけど、はい、そうですよね、うん、大和武も陰鉄を求めて旅してますからね。そう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 です、そうです、はい、大和武が出てるところは、ね、白鳥伝説があるんですね。そうですね、はい、はい、まあ、同じようにですね、コロポックルもそういったところに現れるっていうような伝承があって、うん、はい、で実はですね、私子供の頃コロポックル見てるんですよ。それ妖精の方の？妖精ですね、はい、妖精っていうか、なんかその子供の頃に自分の足の、うん、足よりもこのぐらいかな、うん、の大きさ、もさに小人、うん、小人ですね、はい、でこの人たちはいつも思考して歩いてるんですよ、はい、うん、で、あ、でもない、こういうのいつも考えてるんですよね。考えてて、うん、あ、またいるなと思って考えてるわけですよ。うん、あ、でもない、こうでもない。で、こうじーっと見てると、はっと気づいて逃げて、
なんかこう吹きの下とか逃げていくともいないみたいなことがよくあったんですね、はいはい、でそれはなんか自分の気のせいかなとずっと思ってたんですけど、さらしな現像がいろんなところで採集した資料によると、うんはい、同じようなあの事例がいっぱいあるわけですよ、はい、だからまあ見てたのかなみたいなことがあったりするわけですけど、うんはいはい、やっぱりそこも子供の時なんですよ、うん、やっぱり子供の頃ですね、うんうん、トトロと一緒ですね、うん、子供の時だけ現れるみたいな、はい、うちのおばあちゃんが見たあの座敷わらしも私が子供の頃見ましたけど、うん、大人になると見えなくなるんですよね、はい、見ますよね、うんはい、やっぱり見えた、うん、でそこもやっぱりね鉱物資源があったところなんですよ、うん、でアイヌのアイヌが最後の最後まで土地を売らなかったところ、はい、森を売らなかったところがそこの森だったんですね、うん、柏の森なんですけど、はい、未だにその柏はね切れないんですよ。いや切れない、うんうん、切ろうとすると事故が起きるってやつですね、はいはいはいまあ、そういった話だからアイヌの世界はあの世はないけれども何かしらの不思議は結構まとわりついてますね、うんうんそういうことがあります。なるほど。で、このまあアイヌはユーカラという歌でいろんなこう物語を紡ぐわけですけど、はいうん、結構こう有名なチリマシホっていうチリマシホ州、はい、有名ですよね。そうですね。はい。で、こうチリマシホの子供、はい、チリあのユキエさんっていう人がいて、はい、これがこの人がアイヌのユーカラを訳したものがありまして、はい、これはすごい美しいんですね。フクロウの神の自ら歌った歌っていう、うんうん、これが銀の雫ふるふる回りに金の雫ふるふる回りにという歌を私は歌いながらっていう非常にね美しいあの詩なんですけれども、だからこのフクロウは一体何だったかっていうと、このフクロウはシマフクロウですね、うん、でシマフクロウはコタンクルカムイといって、はいこうふるふる周りに行ってば言いながら村を守ってくれる神様なんですけど、うん、これもですね私子供の頃あのやっぱりこうアイヌのその村部落っていうかそこに行くのがすごい好きだったので、はい、よく行ってたんですけど、そこで聞こえてくる方法って聞こえてくるんですよ。それを実は私できるんですけど、はい、ここで鳴らすんですね、はい、ここで鳴らすとあのでそれがフクロウかどうか知らなかったんです。で藤戸さんに聞いて、そしたらそれはシマフクロウだって言って、うん、どこで聞いたって言うから、いや子供の頃よく聞いてたけど姿は見たことがないと、うん、それはシマフクロウだって言って言われて、であの西荻にフクロウかっていう電気屋さんがあって、はい、でそこの前を通るとこのフクロウは置物なのか生きてるのかどっちだろうとか思った時に、うんやってみたんですよ、はい、そしたらくるくるとか見て、はい、あやっぱりフクロウの声なんだとか思ったりしたんですけどね、まあ、そういうことがありました、はい、だからなんですかね、その自然というのはこう見えなければないということになりますけど、はい、でも意識をしてみるともうありすぎるぐらいあるわけですね、うん、その自然からいろんなことを学ぶ、だからフクロウも親しくしていると、あの鮭のこの 目玉が好きなんでね、うん、目玉だけ食べて体をアイヌの個体に置きに来たりとか、うん、狼も鹿の肉を置きに来たりとかっていうことが普通にあったことっていう、うんはい、だから動物たちとのその普段はその関係性というのがねきちんとやっぱり境界があって、境界の中で生きてるっていうことによってその動物たちとの関係性もね保たれるというか、うん、非常にいい関係性があったということですね。でそれがまあ今はですね、まあ、残念ながら それぞれのこう生き物のもともといろんなこう、再生のサイクルっていうのがあってっていう、はい、そうですね。でその最初の原則をもともと守り続けてきたのがアイヌだったはずなんですけど、うん、でそれはもともと人間もね日本人もみんなそうだったはずなんです。だから森を守ってきて未来のことを考えながら今を考えるっていうことをずっとしてきたんですけど、うん、で彼らがそのずっとね昔の人たち先人たちが大切に扱ってきた山の食料というかそういったものがだん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 その、まあ、北海道ということで考えると、まあ、ゴルフ場とか牧場とか、うん、でその山の食料だったんですね、うん、食料だったところが生息地をだんだん狭めているということですね。でそれはアイヌの人たちが言うには
自分たちの生きる場所を狭めているようだっていうことをですね、うん、言ってましたね、うん、はい、うん、そうですね、うん、今でこそ北海道って言うとね酪農ってなりますけど、うんうん、その前は本当に広大な自然があったんですもんね、うん、そうなんです、あの広い大地にね、うんうん、だからあの宮沢賢治がね黒き土に伏し誠の種をまきに生けるっていうね、まあ、歌を残してるんですけど、黒き土っていうのは何かっていうと先人たちが代々耕してきた土地ですね、うん、でその土地に誠の種本当の種をまきなさいと、うんうん、それ、ま、大地ひれ伏してまかなくちゃいけないっていう、うん、そうしなければ未来を養うことはできないという、ね、はい、ことで、でもその黒いっていう、ね、言葉の中には、うん、先人たちのこういろんなこう汗とか涙とかそういったものも集約されてますし、あとは可能性ですよね、うん、可能性をたくさん持ってる土地を私たちがどんどん殺してしまってるっていうことを含めて、はいはい、まあ、アイヌの人たちはね、うん、北海道に生まれ育つと、もうこっちに来るとすごいなんかすごいな、なんかこう全然違うわけですよ。北海道何にもないわけですよ、うん、遺跡とかも全然ないでしょ、はい、で、まあ、神社とかお寺もな、うん、全くないわけですよ、はい、明治以降作られたもんですね、はい、でそれがなんかこう子供の頃はねすごいこう寂しいというか、うん、なんか日本人的にはね、うん、そういうものがあった方がいいみたいなイメージがあったわけです、はいはい、僕もそう思ったことあります、うんうんうん、はい、ところが逆に今考えてみると、うん、すごいなと、何にも残さないっていうことがなんかむしろすごい潔いというか、うん、でそれがその土地に対する敬意ですよね、うんうん、大地の神様に対する敬意ですね。だから、この間文殊院に行った時にちょっとお坊さんが言ってたんですけど、はい、まあ、とにかくその昔の人は大地を祀ってたと、でもうことあるごとに大地の神様をお祭りするね儀礼をしてたっていう話をしてたんですよ。で、まあ、どうしてかっていうと、私たちが住まなければ、うん、大地にはちゃんと日が当たりますよね、はい、でも屋根でね、うん、日陰になり、はい、糞尿を流し、怪我し、でそれでも大地は何も言わないで私たちを受け入れてくれてるっていうことなわけですね、うん、はい、そこに対して何の敬意も表さないという、うん、現代人は一体何なのかみたいな話を、まあ、この前ね、うん、お坊さんたちしてたんですけど、だからそれがこう当たり前の感覚としてアイヌはあったということですね、うんうん、そこでまあこれ黒髪の踊りですね、はい、まあ、風がこうやってこう嵐みたいなこう伝えてくるみたいな感じの踊りなんですけど、はい、女の人がこうやって黒髪で髪をこうやってバサバサしながら、うん、見てると、うん、木がね荒れ狂ってるような感じにも見えますし、お互いにその木がこうやって動きながらいろんなものとコミュニケーションを図っているようにも感じますし、ね、はい、全てを知ろうとしているようにも感じますし、うん、まあ非常にねなんかこう思うところもある、はい、歌ですね、うん、まあ、あのアイヌの、アカンとかに行ったらぜひ踊りとかもね、うん、こうやって踊れるんですよ、こうやってすごい楽しいんですよこうやってね、こうやって独特なリズムですね、うん、まあ、そういうリズムもその北海道の、なんかこう、うん、が放っている波というかね、エネルギーというか、まあ、そういったものとその調和するように多分こういうああいうこういうねのが出てきてると思うので、うん、はい、あそこにこう身を寄せて、はい、呼吸をしていただければ、うん、大地とこうつながることができるんじゃないかなと思いますね、はい、はいはい、ということで、まあ、はい、アイヌ文化、まあ、自然との対話と共生というようなことで、はい、最後締めくくっていただきました、はい、はい、なかなかでもね、言語化するの難しくて、難しいんですよ。皆さんもそのね、アイヌコタンとかね、行かれてみて、まあ、コタンって村ですけど、そういうとこ行かれてみて、やっぱり触れてみられるとかね、まあ本当に、まあアイヌの方と話すっていうのはなかなかあれなんですけど、僕はなんかお話しさせていただきましたけど、やっぱり
こう触れるとね、なんかこう独特の考え方とか雰囲気があって、うん、そういうのを知ってると今の話なんかもこうよりこう入ってくるというかね、うんうん、まあちょっとずつそれも薄れていってるっていうのもね、お話聞いててもわかるんですけど、そうですね、うん、まあそこら辺はね、まあどういうふうな形で受け継いでいくかということで、うん、なんかそれはもう僕はウポポイとかああいうものにお金をかね、200億もかけて作ってとか、うん、そういうことじゃないなと、うん、じゃないじゃないですね、いうふうに本当思いますけどね、うんうん、はい、彼らの生活をなんかこう、うん、戻せるところは戻してあげるとか、うん、なんかそういうね、ああそうなんですよ、だからクッシャロコにあったね、これその彼らの小屋がね壊されちゃったんです、はい、うん、それすごい残念で、うんうん、でもうその、うん、ちょうど壊される時にね、私ねそこに行って、うん、で、まあ、氷川さんって人がいてね、あれなんで氷川さん今これ何やってるんですかって、いやー A ちゃんね、もうこれ壊されることになったんだよって、えって、じゃあここで神様はカムイノミできないじゃないですかって言ったら、できないんだよねとか言って、うん、まあ、ずっと守ってきたのにね、そういう苦しみみたいなものをね、うん、まあ、いつも、うん、まあ、そういうのがあったんですけど、うん、はい、で、まあ、まあ最後に藤戸さんですが、藤戸さんとか氷川さんとか、まあ、愛の人たちと関わってきて、まあ、川村兼人さん、川村さんのところもね、よく来ましたし、はい、川上さんという人もいましたし、まあ 砂沢さんはね、もう亡くなって。で、まあ、こういった人たちとお会いしていても、うん、アイヌ語でしか表現できないことっていうのがあるんです、はい、うん、日本語にできないこと、うん、で、あるいはその言葉にできないことっていうのがいっぱいあるんですね、うん、はい、うん、で、言葉にできないことを、なんて言ったらいいのかな、みたいなね、うん、ことをね、よくね話をしてて、あ、でもなんか感じるなみたいな、うん、その言葉にできないことのコミュニケーションというのが、まあ、お互いにできる人たちがいたということのね、うん、なんかそういったありがたさみたいなのがあったんですよ、うんうんうん、ありますよね。いや、なんかそれアイヌに限らず、田舎の、うん、本当に田舎で暮らしてきたおじいちゃん、うん、おばあちゃんと話してると、うん、なんか喋るの下手なんですけど、うん、そうそう、彼らはね、そう、うん、そう、居住まいがいいんですよね、居住まいが、なんかそのお話の間のこの行間で、うん、考え込んでる姿とか、うん、とこに、あ、こういうこと伝えたいんだろうなっていうのが分かるっていう、うん、そういう感覚ね、なんかその人ならではのっていうのが、うん、多分なんか本当に今、まあ僕なんかも喋ること多い仕事なんで、うん、何でも表現しようとしてしまうんだけれども、うん、そうじゃない、まあみたいなね、ノンバーバルなコミュニケーション、うんうん、はい、そういうものがこうアイヌの人たちはすごくそういうことのコミュニケーションレベルが高かったのかなと、うん、そうですね、いうことですかね、うんうん、まあ、職人もそうですね、はい、うん、まあ、今度次回も職人のお話をしたいなと思ってるんですけど、はい、うん、日本全国いろんな職人さんがいて、はい、その職人さんたちも一つね束ねてた方が、7月17日に亡くなったんですね、はい、ちょうどね藤戸さんと同じ年で、まあ、お二人ともね言葉が足りない、まあ、言葉が足りないっていうか、あまり言葉のコミュニケーションがね上手じゃない人たちで、はい、でも電話がすごくかかってくるんですね、お二人とも、うん、すごい電話かかってくるんです。だけど電話かかってくる割に行くと何も喋らないというねそうそうそうなんですよね、要するに来いと、はい、うん、ですね、うん、やっぱり会わないと、はい、なんかこう魂のね交流というか ね、はい、そうですね、そういうコミュニケーションができないということなんですね、はい、うん、いや今本当にねテレワークとかこうやって IT が盛んな時代だからこそ、うん、会うことすごい大事だなということですね、うん、だそうじゃないとノンバーバルなコミュニケーション成立しませんからね、うん、あ、それで不思議なことがあったんです、藤戸さんのね個展を見に行った翌日、はい、私ここでお店建てて、はい、そしたらマリモ羊羹もらったんですよ、うん、マリモ羊羹もらって、うん、マリモ羊羹があるなと思ったら、はい、その日に北海道からアイヌの人が来たんです。へー、お客様で、はい、うん、で、まあ、実は私母がアイヌでみたいな、うん、なんかこのつながりってなんだろうみたいな、うん、でマリモ羊羹をあげたんですけど、なるほど、それでマリモ羊羹が今日置いてあるんですね。そう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 、そうですね、やっぱりなんかねアカンを感じるので、うん、はい、はい、
ということで、はい、はい、どうもありがとうございました。アイヌシリーズを一旦終了したいと思いますね、はいはい、あのこちらの本なんかも ね、 そうですね、はいはい、ぜひ皆さん、はい、興味がある方は読まれてもいいかなというふうに思います。はい、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。